こんにちは、三蔵です。今回は美しい人になる方法についてお話しします。芸能人みたいに綺麗になれたら、私だってお金があればエステに行ったりコスメを買ったりできるのに、なんて思っているそこのあなたに質問です。お金をかけずに、そして手間もかけずに綺麗になる一番手っ取り早い方法を知っていますか？女性はなぜメイクやファッションなど自分が美しくあることに執着する傾向が強いのでしょうか？最近では男性でもメイクをする傾向が当たり前になりつつありますが、美を求める市場の主役はあくまでも女性です。なぜ女性は美にこだわるのでしょうか？綺麗になりたい、美しくありたい、肌の悩みを改善したい。多くの女性は美しくなるために美容クリニックに通うなど日々の努力が欠かせません。それは女性が美しさがもたらす自身の心の満足感と社会での価値を自覚しているからではないでしょうか。言い換えると、自身の評価と他人からの評価も得ることで完結します。最も求めるのは他己満足です。例えばシミを取りたいという方は、シミが取れて美肌になるだけでは満足しません。美肌に生まれ変わった顔を見た友人、家族などから、あれ、シミがなくなったね、綺麗になったね、若々しくなったね、などと声をかけてもらって、いわば他人からの承認による自身の満足を求めているわけです。髪型を変えた時や、とびっきりおしゃれな服を着て行った時と同じで、他人からの反応も期待してしまうものですよね。ただどんなに容姿を磨いても、まだ美しくなれないと思ってしまうことでありませんか？美しい人になるために容姿を磨くことは大事なのですが、どんなに容姿を磨いても満足できない時、あるものが足りていないのかもしれません。それは内面的な美しさなのではないかと考えています。今回の動画では、その容姿を良くする前に重要な基盤となる内面的な部分に焦点を当てて、どうすれば美しい人になれるのかを解説していきたいと思います。では早速いきましょう。綺麗になりたい、それは世の中すべての女性が思っていることだと言っても過言ではないでしょう。果たして思い込みは本当に効果があるのか、証明した実験を紹介します。ケースウェスタンリザーブ大学のダイアン・タイスが90名の大学生を集め、他の人が性格を読むための教材を作成するので、登場人物になってくれとお願いしました。そしてある人には、できるだけ感情が安定している人のように自己紹介してくれと頼みました。その様子はビデオ撮影され、後で他の人の実験で使うものだと伝えられました。また別の人には、できるだけ喜怒哀楽がはっきりしている人を演じてくれとお願いしました。その後全員の被験者に感情的安定性テストを受けてもらいます。25点満点で25点に近づくほど感情表現が豊かで、喜怒哀楽をはっきり表現するタイプで、点数が低い人は落ち着いていて感情をあまり表に出さないタイプの人です。その結果、感情的に安定をしている演技をした学生たちが平均 6.9 点だったのに対し、喜怒哀楽の感情表現が豊かな人物を演じた学生は 19.1 点という点数に。つまり人間は思い込んでなりたい自分を演じることでその通りになるということが分かったのです。これは内面や性格の実験でしたが、その思い込みは体にも影響します。別の実験も紹介しましょう。ニューヨーク大学のジョン・バーグ氏は、学生30人を集めてお年寄りのことをイメージさせました。その後に10メートルの廊下を歩くスピードを調査したところ、他のことを考えている時は
10メーターの廊下を平均 7.3 秒で歩くのに対して、お年寄りのことをイメージさせたら 8.2 秒もかかったのだそうです。つまり、お年寄りのことをイメージさせるだけで動作やスピード、さらに姿勢も悪くなるということがわかりました。これこそ思い込みが体に与える影響です。自分のことをもう年なんだなぁと思い込んでしまうと、スキンケアや運動などに力が入らず適当になる。さらにシミやシワが増える。それでまた年だと思い込む。これでは負の思い込みの力に負けてしまいます。まだ若々しい、私は綺麗だと思うことによって性格が前向きになる。性格が変われば行動が変わる。行動が変われば顔や態度が変わる。顔や態度が変われば人生が変わる。このように思い込みだけで人間は老けることも綺麗になることもできるのです。周りから評価されがちな本物の美人は多くのことで得をします。周りからチヤホヤされたり、モテたり、人に優しくされたり、本物の美人はなんて幸せな人生を送ってるんだろうと悔しく思うこともあるかもしれません。けれど、自称美人は本物の美人よりも幸せな人生を送っています。イリノイ大学のエド・ディーナー氏は221名の男女に自分の容姿を自己評価してもらいました。その一方で彼らの顔写真を10名の判定に見せて彼らの魅力を客観的に評価してもらいます。そして自分の人生にどれだけ満足していますか？どれだけ幸せですか？と質問したところ、自称美人や自称イケメンの方が人生満足度が高いということが分かったのです。たとえどんな容姿をしていようとも、私は美人だと思い込むだけで幸せな人生を送れる確率が上がるということです。思い込むだけで性格が変わる。思い込むだけで行動が変わり、顔や態度が変わる。思い込むだけで人生が変わる。これが心理学の実験で証明された思い込むだけで綺麗になる方法です。芸能人があんなにも綺麗なのはカメラで映されて視聴者に見られているからこそです。確かに、もともと幼少期から整った顔の方が芸能界で活躍する人もいます。ただ、少なからず共通しているのは少しでも綺麗になるために運動したり、エステに通ったり、細かく肌の手入れをする。このようなルーティーンが行われているからです。芸能人の容姿は仕事として大事なものなので、日々何かしらの努力を継続されていることは間違いのないことなのです。なのでこちらを見ていらっしゃる中で、もう少し綺麗になりたいという人は、まず同じ心構えでいてほしいと思います。世の中の男性が私を見ている。いろんな人が私を綺麗だと思っている。そう思うことによって、今以上のあなた自身の美しさを見せつけることができるようになります。自分を可愛い、美人だと認めることで、スキンケアをいつもより念入りにするようになったり、雑だったメイクもしっかり行うようになるかもしれません。このような行動が大切なのです。周囲の人からも綺麗になったね、そのメイク可愛いねというように違いを認めてもらうようになれば自信もついてくるはずです。そう、人生は思い込んだもの勝ちなのです。思い込みの強さがあなたを綺麗にし理想に近づけてくれるでしょう。はい、いかがでしたか？美しい人になる方法についてお話ししました。今回の動画は日々の習慣が改善されないとなかなか成果が見えにくいことなのですぐに効果が出るものではないかもしれません。ただ、この動画を見た直後から意識していただきたいのは容姿に関してネガティブな発言をしないこと。そして相手に対して可愛いね、
綺麗だねというポジティブなワードを無理しない程度に積極的に伝えていただきたいことです。仏教の観点では言葉には魂がこもっています。日常発言することが日々の習慣や心のありように関わってくるので、ポジティブな言葉を出せば出すほど自分に対する見方も変わってくるのです。はい、これからも人生のよりよく過ごせるあり方を短く分かりやすくお話していきます。これからもより幸せに生活できる方法を見逃したくないという方はチャンネル登録と評価ボタンを欠かさずお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。